クリップ、富山湾周辺富山県と富山湾と山湾は北陸地方北東部に位置する湾。日本海では最大の外洋性内湾である。日本の湾の中でも水深の深さと魚の豊富さで知られている。また、春と冬には新気楼が発生することで知られる。これらが評価され2014年に世界で最も美しい湾クラブへの加盟が認められた。 能登半島の付け根にある大泊花とキ地花を結んだ、線よりも南側の海域を指す。救命は、アリいソ海である。魚津市本心から望むと山湾と山市岩瀬浜から、望むと山湾高岡州晴海岸から望むと山湾、高岡州晴海岸から望むと山湾。湾を挟んで、縦山連峰を延望できる以下の自治体が面している。富山県、など。 富山湾の地形の特徴は、急瞬差である。海岸沿いには、浅い海底がほとんどなく、急に深海に向かって落ち込んでおり、海底地形は、非常に、険しい谷と尾根が多い。また、日本海中央部の日本海盆まで、総延長約7 5 0トルの富山深海、長瀬が伸びている。 湾の大部分は深海とされる水深200メートルより深い水深300メートル以上にも及び一番深い部分は1000メートルを超える。つまり標高3000メートル級の縦山連峰から海底まで4000メートルもの峡谷になっている。海底が深く地形が複雑なため冬の日本海北部で起こる荒波は富山湾内に入っても速度を緩めないまま海岸に押し寄せる。 この荒波は、より回り波と呼ばれる。低気圧が発達しながら通過した後、風や波が沈まった頃に、突如としてより回り波が打ち寄せて、海岸を侵食し、時には沿岸の集落に押し寄せる。新港の海岸は何度も大きな被害を受けたことがある。2008年には、大、深海部は未知の部分が多く、海洋研究開発機構などが研究している。 近年様々な深海魚が発見されており、その結果の一つとして、ユーモラスな外見で知られる陳酒大口小屋の群生地が発見された。生きた個体が採取され、ウオズ水族館などで展示されている。入禅沖の海底には、1万年前の森林の立ち木がそのまま残された海底林がある。また、ウオズの海底には、2000年前の森林が土砂に埋まった後に、 海面上昇で海面下に保存されたウオズマイボツリンがある。海岸沿いに浅い海底がほとんどなく、急に深海に向かって落ち込む地形のため、富山湾には島や岩礁が少ない。特に東部は島がなく、湾内で島があるのは西部の高岡市や氷見市の沿岸のみである。湾内の島や岩礁で主なものは東から時計回りに以下の通り、 このうち周囲100メートルを超える比較的大きなものは大きい方からアブ、ガ藤、ウ、島、男岩の3頭のみである。雨晴れ海岸などの富山湾西部の海岸は島や岩礁を抱く富山湾越しの縦山連峰を望む継承地となっている。水深300メートルより深い部分には水温1から2度ほどの冷たい日本海固有水があり、 冷たい海に住む魚類が住んでいる。また300メートルより浅い表層部では、暖流である、津島海流が湾内に入ってくるため、ブリなど南の温暖な海の魚類も同時に住んでいる。このため、富山湾には、日本海に生息する魚類のうち半分以上がおり、獲れる魚の種類が非常に多いため、天然のイケスとも呼ばれる。その他、海底国は貝やエビなどの生物の住みかである。 加えて黒部川など多くの河川が森からの栄養を海底に送り込むため多くの魚が繁殖できる豊かな漁場になる条件が揃っておりブリやホタルイカを捕獲する低地毛漁業が古くから発達している津島海流が湾内に入るため沿岸は井戸の割には温暖であり暖温帯の南方に多い上緑紅葉樹林が湾岸部に多く分布している 蒸気のように豊かな漁場であるため、漁業、水産業が盛んである。企業向けの海洋深層水の取水なども行われている。海運業では特定重要港湾の伏木戸山港がある。水深の深い戸山湾では北前船などの時代から港湾が栄えており、今でも伏木戸山港は日本海側を代表する港湾として木材や中古車などの交易が行われている。 富山県域の富山湾では人工的な利用が進んでおり、天然海岸は0.1%以下しか残っていない。これは海岸線を持つ都道府県の中では2番目に少ない比率である。また、そもそも富山県の海岸線は変化が少なく海岸線を持つ都道府県の中で海岸線が3番目に短い。 黒部川や神通川などのダムによる水力発電により、富山湾岸では太平洋戦争前から静止、繊維、科学など多くの工場が発達した。特に電力を求めてアルミ製錬工業が立地し、全国一のシェアを誇るほか、アルミを使う関連産業が集まる。現在でも北陸電力の電気料金は全国で最も安い。 豊富な海産物が観光に利用されている。富山県ではその中でも、ブリとホタルイカ、白エビの3種を県の魚として公式に PR している。バイガイやイカスミを使った塩辛は江戸時代からの名産である。ベニズワイガにも海金美が全国放送されるくらい有名である。深海魚の原魚も幻魚として人気が出てきた。上岸寺川加工から、 なめ川市を挟んだ、ウオズ港にかけての沿岸一帯が、ホタルイカの群雄海面として指定されているほか、ウオズ港そばには、ウオズマイボツがあり、それぞれ特別天然記念物に指定されており、ウオズ市には、ウオズマイボツ博物館という博物館がある。近隣には、ウオズ水族館とミラージュランドという遊園地もある。イミズ市の海王丸パークには、ほぶ 初代海王丸が公開されていて、立山連峰と新港大橋を背景にしたパノラマは県内屈指である。新港漁港や新港の内川遊覧も含めた観光地になっている。ベニズワイガニは新港の名産である。養殖のトラフグも各所で供される。豊かな自然から生み出される栄養を多く含んだ岩垣も名産となってきた。 能登半島国定公園内にある継承地であるアメハレ海岸を含めた氷見海岸からは3000メートル級の縦山連峰が富山湾越しに眺めることができる。2014年に世界で最も美しいワンクラブに日本で松島の次に選ばれる。東部の魚津市では海外から新気楼がしばしば見られる。富山湾西端に近い七尾湾周辺には 南半島イルカの一家族が定着しており、世界最北端の個体群とされている。観光に活かされつつある、ホエールウォッチングが、無秩序な観光やレジャー客の横暴な、行いによって一度は姿を消しており、今後の慎重な対応が検討されている。能登半島周辺には、人間社会の影響を受ける以前には、数多くのクジラ類が生息していたとされ、 ガスクジラなど大型のヒゲクジラ類も回遊していた。現在、数は減少したが、土クジラやミンククジラ、ゴンドウクジラ類やカマイルカなどの中から、小型種は見られることがあり、貴重なオオギハクジラもこの海域を頻繁に利用することが判明している。かつては、クジラボンテッドと呼ばれるクジラ類の写真及び目撃談募集プロジェクトが施行されていた。 1586年の天正地震の際には、富山湾で津波が発生し、歴史者多数、昭川流域での被害が多かった。この他湾内の津波は、1488年、1792年にも記録されている。冬型の気圧配置が強まると、北海道付近から発生するうねりが遠く、富山湾内まで押し寄せて、 よりまわり波という高波が発生する。1916年12月28日から29日かけて、高波が発生し、富山安東端に近い北陸本線、一ぶり駅をや淵駅間の路盤が破壊される被害。2008年2月24日には、入前町など湾内一帯で、死者1名、重軽傷者15名、沿岸部の重火前海4棟、半壊7棟の被害。 富山湾の地形と地質アイガ富山深海海底国際河流部の海底地形歴史地震研究会歴史地震第十八号 NHK スペシャル神秘の海と山案会の中までアルプスが続く NHK 名作戦 NHK アーカイブス海底林天然の池ト山案時時通信富山県の海岸線の元凶ホタルイカミュージアムウオズマイ博物館と山観光ナビ 新紀郎と山県。南部久尾、2012、富山湾のクジラ類から調査で分かってきたことから、瀬戸県ニューズレター31号、リートライブドン26、ジャニュアリー、2014、上司調子 P1117 その他地震、黒部川の歩み、資料編年表、P288、P296、富山県東部海岸における2008年2月高波による被害調査。 海岸工学論文集第55巻2018年10月29日閲覧富山市役所編富山市市第2巻 p 3 1 9 8 0年富山市役所ありがとうございます